市民球場です。横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツ、この一戦をお送りいたします。ベイスターズの先発は右の深澤、対するジャイアンツの先発は左の白木、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。右の深澤、マウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは石川。背番号36。投げた、打った、森ボールを取る、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番松原。背番号59。さあ、6球目、打ちました、あっと左中間、どうだ、ヒット。松原、ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。バッターは3番増田。背番号61。第2球、松原スタート、投球ストライク、二塁走、これは悠々セーフ、盗塁を許します。投球これから4球目、打った、右中間へのフライですが取りました。ランナー三塁へスタート切った。ベイスターズなおもピンチが続きます。左バッターボックスは4番若林。37。投球は3球目、投げた、打った、痛烈な当たり、ライト交代、ワンバウンドヒット。ジャイアンツまずは初回先制、1対0。若林タイムリーツーベースヒット。ベイスターズなおもピンチが続きます。こちらが先ほどの先制のシーンです。右のバッターボックスは5番岸田。背番号27。次は4球目、投げました、打ちました、海老名、これは守備範囲内、アウト、スリーアウトチェンジ。1回の表が終わって1対0、ベイスターズ先制点を奪われています。2回の表、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは菊田。次は6球目、投げました、打ちました、ピッチャー返し、そして今拾い直した、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは DH のオコエ。背番号50。第4球を投げました、合わせた、抜けた、オコエ、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。第9、オコエ、走った、ストライクになった、キャッチャーに盗塁を許します。ランナーを二塁に進められてしまいました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。初球ストライクからスローカーブ、空振り、これで追い込みました。追い込んでから第3球をボール、第4球を投げました、ストライク、見逃し三振。リプレイをご覧ください。バッターは9番湯浅。背番号00。第9、投げました、打った、これは強烈、入れば勝ち越しだ、さらに伸びて、センター見送った、ホームラン、ツーランホームラン、白球は無情にもスタンドへ。素晴らしい一発をベンチも祝福。勝ち越しの場面、映像でご覧いただきましょう。打順は1番に帰って石川。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。打ちました、森掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。2回の表が終わって3対1、深澤この回さらに2点を失いました。ベイスターズ追う展開で迎える2回です。ワンアウトランナー1塁という場面で藤田。まずは1塁牽制、タッチセーフ。第9、投げた、初球からセカンドライナー、これで2アウト。ジャイアンツこの回は2番からの好打順、トップバッターは松原。第7球を投げた、スライダー、空振り三振。バッターは3番増田。第1打席はライトフライに倒れています。打った、藤田下がっていった、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番若林、これが2度目のバッターボックス。松尾落下点に入った、
取ってこれで3アウトチェンジ。深澤この回ピシャッと3人で抑えています。3回の表が終わって3対1です。ゲームは中盤戦に入ります。先頭バッターは岸田。最初のバッターボックスはサードゴロに打ちました。痛烈、打球はそのまま伸びていく、ライトセンター見送った、ホームラン、ソロホームラン、右中間スタンドへ吸い込まれていった。どうだったでしょうか。完璧に捉えられました。さあチームメイトからも祝福を受けます。先ほどのプレーです。バッターは6番菊田。最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。打ちました、いい当たり、抜けた、菊田ナイスバッティングです。バッターは指名打者オコエ。第2球投げた、打ちました、藤田バックしていった、菊田飛び出している、取りました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第5球投げた、打ちました、左中間のフライ掴みました。ランナー一塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。1球目ストライクから打ちました。これはいい当たり、伸びた、伸びていった、ライトセンター見送った、ホームラン、ツーランホームラン、湯浅これで2打席連続のホームラン。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。さあリプレイです。打順はトップに帰って石川、今日早くも3回目のバッターボックスを迎えます。打ちました、当たり損ない、森ボールを掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。4回の表が終わって6対1ジャイアンツリードを5点としています。ベイスターズ追う展開で迎える4回です。2アウトランナー1塁という場面で藤田、最初のバッターボ打った、これはいい当たりだ、さらに見送った、ホームラン、ツーランホームラン、右中間スタンドに叩き込んだ、ストレートを狙い打ち、チームメイトが迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。深澤降板、左の池谷今日2番手としてマウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。第5球投げた、打った、センターへ持っていった、センター前に出る、ヒット、グラブ弾いた、松原いいバッティングを見せました。バッターは3番増田、今日はライトフライト、打ちました、フラフラッと上がった、藤田掴みました、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。投げました、打った、打球はセカンド後方、セカンド取りました、これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。さあ次の投球、高めボール球打った、ピッチャー返し、抜けた、岸田ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。ランナー自動的にスタート、打ちました、梶原余裕があります、取りました、これで3アウト、2者残塁。5回の表が終わって6対3です。ゲームは後半に入ります。先頭バッターは DH のオコエ。第5球投げました、打った、1・2塁間の打球、池谷取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。第3球を投げました、打った、ライトへ持っていった、取りました、これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスには湯浅、今日4打点を挙げています。投げました、打った、強い当たり、打球はそのまま伸びていく、レフトを見上げた、ホームラン、ソロホームラン、湯浅なんとこれで3打席連続ホームラン。今チームメイトが迎えます。リプレイをご覧ください。バッターはトップに帰って石川、次は5球目投げました、打った、松尾落下点に入った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。
6回の表が終わって7対5ジャイアンツリードを2点としています。ベイスターズ追う展開で迎える6回です。ノーアウトランナー1塁という場面で藤田今日に打ちました。初球打ちクリーンヒットセンターからサードへ藤田いいバッティングを見せました。イケア降板左の石川今日3番手としてマウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。第4球を投げた打ちました。内野ゴロ小深田取った一塁へ送るあっと送球それた記録はヒット記録はヒットです。先ほどのプレーです。右バッターボックスは3番増田今日はここまで3打数ノーヒット投げた打ちました。ライト線ぐーっと打球が上がってきますが掴みました。ランナー1塁に戻ります。これでワンアウトランナーは1塁変わりません。第6球を1塁ランナー出たボールを2塁へ送ったこれは楽々セーフ盗塁を許します。さあリプレイです。ベイスターズ外野は浅めの守備を取ります。打ったこれは強烈伸びた伸びてライトを見送ったホームランツーランホームランライトスタンドへ吸い込まれていったチームメイトが迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。右のバッターボックスは5番岸田第2球打ちました。小深田ボールを取る一塁送球一塁セーフセーフセーフ右バッターボックスは6番菊田さあラストボール投げたカットボール外れてフォアボールランナー2人を置いて迎えるバッターはオコエ今日はここまで3打数1安打打ったんやたりだ打球はセカンドの左抜けたバックホーム間に合うかどうか二塁ランナーホームインジャイアンツさらに1点追加10対6リプレイをご覧ください。石川降板右の橋本今日4人目のピッチャーとして登板です。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ次の投球打った痛烈な当たりセンター前ヒットバックホーム間に合うかどうか北村ナイスバッティングです。ベイスターズなおもピンチが続きます。投げた打ちましたいい当たりセンターへの打球センターは取りました。スタートを切ったホームインジャイアンツさらに1点追加打順は1番に帰って石川第4球を投げたインコース低め空振り三振7回の表が終わって11対6ベイスターズさらに4点を奪われています。ジャイアンツこの回は上位打線から始まります。トップバッターは松原ここまで3安打打ったんやたりだ抜けた松原いいバッティングを見せました。右バッターボックスは3番増田今日はここまで4打数打った小深田掴んだ2塁送球2塁フォースアウトアウトダブルプレイ2アウトランナーなくなりました。さあ6球目打ちましたサード正面のゴロ1塁送球アウト3アウトチェンジ8回の表が終わって11対6ジャイアンツこの回0点に終わっています。ベイスターズ追う展開で迎える8回です。ノーアウトランナー1塁という場面で藤田今日2打点を打ちました痛烈さあ見上げたホームラン2ランホームラン藤田今日これが2本目のホームラン初球を完璧に捉えました。素晴らしい一発をベンチも祝福。先ほどのプレーです。橋本降板右の三浦今日5番手としてマウンドに上がります。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。第6球を投げましたこれは引っ掛けたフラフラッと上がったピッチャー落下点掴みました
これでワンアウトランナーはありません。先ほどからセカンドの守備に入っています。勝木第6球を投げました。打ちました。レフト前進、落下点で構えます。取りました。これでツーアウトランナーありません。バッターは DH のオコエ。第1球投げました。初球を打ちました。三遊間のゴロ、ショートから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。三浦この回きっちりと3人で抑えています。9回の表が終わって11対11です。同点で迎える9回です。今日2本のホームランを放っている藤田、投げました。インコース低め、外れてボール。投球これから2球目、ボール。第3球を投げました。打ちました。これはいい当たり、サヨナラか。入った。サヨナラホームラン。サヨナラホームラン。2打席連発。狙っていたでしょうか。完璧に捉えました。サヨナラ勝ち。藤田一発で蹴りをつけました。終了でございます。ご覧のように本日の試合は横浜 DeNA ベイスターズの。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。